次のミューズのライブが決まりました。楽しみです。はい、少し考えてきたことがありまして、今度のライブではもう少し自分の色を出してみたいんです。今まではほのかや小鳥たちの希望に合わせてライブをすることが多かったと思うんです。それこそ私の本望ですし、それ自体に不満はないのですが、あなたといろいろな場所へ出かけたり挑戦する機会が増えました。そのおかげで以前よりも自分を出せるようになって、リラックスして楽しむこともできるようになったと思うんです。はい、学業や部活以外で時間を使うのが惜しくて、ですがこうして話し合ったりリラックスすることで新しいアイディアが湧いてきたり、勇気が出ることだってあるんです。たまには立ち止まったりゆっくりすることもいいんですよ、と昔の自分に伝えたいです。無駄に思えた時間が何よりも貴重な時間だったことに気づけた。どれもあなたのおかげです。そうですか。それはありがとうございます。とにかく今までとは少し違う私自身をライブでも表現できたらと思うんです。そして私を応援してくれる皆さんにも私の今の気持ちを伝えられたらと。はい、ありがとうございます。スクールアイドルなら自分の思いや楽しさをパフォーマンスに込めてたくさんの人に伝えることができる。スクールアイドルであることの喜びを改めて実感しました。来てくれる皆さんの笑顔をたくさん見たいので、歌もダンスも演出も思いっきり凝って楽しいライブにしたいです。そして私のことを応援してくれる皆さんにずっと私のことを見ていてほしい、なんて欲張りでしょうか。ありがとうございます。一切妥協をせずに最高のライブにしたいです。それにあなたとデートで行った遊園地みたいにワクワクする演出も込められたら。本当ですか。私もずっとそばにいてほしいです。それにあなたとデートで行った遊園地みたいにワクワクする演出も込められたら。自分で言っておいてなんですが恥ずかしいです。あれですか。はい、よろしくお願いします。わあ、綺麗。風船がこんなに舞い上がって、皆さんの笑顔が見たくて楽しいライブになるよう準備してきたのですが、私が一番楽しんでいるのかもしれません。皆さんの笑顔もキラキラした風船も本当に眩しくて、この光景決して忘れません。まだまだ私たちと楽しい時間を過ごしましょう。